はい、こんにちは。札幌占い病室早岡市の後藤です。今回は、結婚式を控えているということで、まず気になっているところってどこでしたっけ？毛量。そうですね、髪の量が多いので広がってしまうのと、前髪をちょっと作ろうかなと。まず分け目の、どこまで分け目を取るかっていう部分で、決めたいと思いますけど、どこだろうかな。どうでしょう、この辺、これは自然かな、自然いいですか、この自然な感じ、はい、はい、自然な感じで作ります、はい、でこんな感じ、ちょっと跡がついちゃってるんですけれど大丈夫です。はい、ここで何使うかな、何でも切れるんですけど、心配な人はセニングで行った方がいいかなと思います。 R2 セニングで、この R2 セニングってやつでちょっと切るんですけれども、安牌で行きたい場合は、ここは落ちる位置をまず決めて、この辺かなっていう、ちょっと長めぐらいに設定して、この最初の流れるところですね、ここを決めてそのまま横に流していきます。ちょっと前髪、結婚式で多分一番大切なんで、ここ外したらもう終了って感じですね。ここがですよね、結構怖くないですか？だからよくうちで切ろうなと思って、前髪なんてもう信頼してる人に絶対切ったほうがいい。そうです、でもめっちゃ怖いです。前髪結構怖くないですか？一番重要。前髪は重要です。印象が全然変わりますよね。まあ普段だったらまだいいけども、結婚式とかだとやっぱりかなりシビアになりますね。まあこの美容師さん側もこう切るのも、こういう風にちょっとデザインを作っていきながらやっていかないと本当怖い。わかります？こういう風にちょっと横にしますが、はい、今度は上から持ってきて、ここのラインを滑らせながら切っていきます。ただちょっと長めに切っといた方が絶対安心なので、短めはかなり危険で、ノーテンションですね。ノーテンションで切らないと丸さが出ないんですよ。結局直線になっちゃってつけた前髪になっちゃうんで、いかにノーテンションで柔らかく切っていくかっていうのがポイントなので、もう本当にノーテンションで切ることですね。こういう感じに切っていきます。でもよりも本当に慎重にやる場合は、もっと少ない T2 セニングとかで、もうより細かく毛先を、に R っていうか、ちょっと毛先のところをちょっとこう削っていきます。はい、1センチずつ削っていって、毛が流れやすくちょっとしていきますね、やっぱりなんか隙間が空いてる方が似合うと思うんですが、彼女の場合は結構それじゃなくても結構隙間が空きやすいんで、あんまり間引くとちょっとやばいなって感じがするんで、間引きすぎはちょっと危険ですね。なので、僕はこの T2 セニングを縦で引き出して、間を間引くだけですね。これ分かりますかね。ちょっと縦に引き出して、間をちょっとだけ、ね、間引くぐらいにしときます。こんな感じです。あんまり入れすぎると多分ちょっと危ないかなって気がするので、こんな程度かな。これでもう全然スタイルとしてはいけるんじゃないかなっていう気がするんで、このぐらいの間引きでいいかなっていう気がしますよ。そうですね、なんか雰囲気変わりましたよね。これぐらいだったらなんかいい感じですか、そうで、こういうふうにこう細かく説明してやっていかないと結構前髪は危ないので、皆さん気をつけてカットしてください。本当前髪命なんだ、前髪命ですよね、結婚式の一生残りますか、で多分ちょっと少し、彼女の場合の重さの位置を下ろした方がより可愛くなりそうなんで、ここはあんまり上げすぎない方が似合うのかなって気がするんで、前髪のエンドラインをちょっと下げて、
っと言ってる意味わかんないかもしれないですけど、この前髪のエンドラインがこのウェイトの長さを決めるんで、例えばここにするのかこの辺にするのかで結構変わってくるんですけど、彼女の場合はちょっと下ろした方が絶対似合うんで、この目の下ぐらいにつなげていきたいと思いますね。なので、ここは少し滑らしながらエンドラインをここでちょっと無理やり作っていくんですけども、このような感じでエンドラインを作ります。これによってどうなるかっていうと、少しここの位置が下がる、前髪がありながらここが下がるんで小顔効果がより出るっていう感じです。でこっちをどうするかってことなんですけど、こっちこういう風に多分セットされちゃうと思うんで、こういう風にしたければこれでいいと思うし、こっちも下ろしたければ切った方がいいんですけど、どっちがいいですか。こっちだったらこういう風に切る感じ。切った方がいいか。切りますか。大丈夫ですか。はい。はい。っていう感じで、ここにカール入れます。ここの重さのウェイトの位置はこっちと合わせていただいた方がいいんで、ちょっと今日難しいかったかもしれないですけど、どこの位置がいいかって、ここからスタートする感じなんで、ここに指を入れて切ります。いいですか。 R2 スイミングにここに指入れて、ちょっと変な切り方ですけど、最後まで開閉できないように相手して切っていくと。ちょっと前髪はねちょっと時間かかるんですけども、ショーバルを指こういう風にしながら使います。で、ちょっとショーバルでフォーミングしつつ、はい、ちょっとここの入りをきれいに切ります。わかりますか。ここをきれいに味わってます。今度反対側のところもちょっと流れがうまいですね。ここで押さえてロックして、指こうですね、ちょっとずつ。あとでまたずれるんで、その時切るかなっていう感じですね。ちょっと一回じゃ前髪終わんないので、何回か切り直さないといけないのでね、こんな感じにします。であとは、ここは、あとでまあレイヤーをちょっと直すかな。今ちょっと癖ついちゃってるね。で、これでカラーをちょっと入っていきますよ。はい、皆さん今カラー塗ってるんですけど、まあ今手で塗ってます。後でシャンプー台でなじませるんで、ざっと今つけてる感じなんですけども、根元は後で塗ります。で毛先のカラー剤としては、ちょっと黄ばみを取りたいので、ピンクパールのフォレストンの、12-68 かな、それ使って、あとスローのグリーン使ってます。ちょっとグリーン、弱めのグリーンですかね、その辺を使ってますね、とりあえずは。はい、でそれでまあ全体をちょっと塗って、残った薬剤に、ちょっと強めのマテリアのグリーンをちょっと足して、リタッチの方は入っていきたいと思います。でその後にシャンプー台で1回なじませます。乳化すぐします。で乳化した状態で一回席戻ってきて、それに今度メッシュを入れるっていうような、ワンプロセスっちゃワンプロセスのやり方でちょっとやっていきます。で、塗り終わった後にシャンプー台に乳化する理由としては、毛先の方が結構色入りすぎたりとか、毛先のダメージになったら嫌なので、毛先の方はある程度もうお湯で取っちゃうような感じにして、毛先があんま沈まないようにしたいと思います。毎日で歩きたくなっちゃうんですね。あそこに住んでたらやばいっすよ絶対に、うん、でも槍ヶ崎の交差点のところからもうすぐね、もう繋がってるようなもんじゃないですか、ね、そうですね。恵比寿の西の方とか、もう歩いて全部行けますからね。探検してたら、あ、こんなにあるんだみたいな。
白かったな。何年前に戻ってきたんですか？10年ぐらい、10年前ぐらいにこっち戻ってきたんですか？はい。あ、へえ。そう、10年前ぐらいに戻ってきました。で、10年間あっちにいて。うん、10年ぐらいだった気がします。なんかいろいろやった、運送業もやったし、美容師一回辞めたりとかして。あ、そうなんですね。その時に中目黒にその運送会社があったんですよ。うん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 。なんか撮影、ロケバスってわかりますか？うんうんうん。ロケバスやってて、ずっと。芸能人とか乗る？あ、そうですそうです。あれのなんかハイエースとかの、はい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 、あれじゃないですか、あれに乗ったりとかする仕事で、ロケバスの仕事が中目黒だったんで、その事務所があった。今もあるのかな、この会社。普通にいますもんね、あっちはね、カフェとかにも芸能人の人たちとかね。あ、そうですね、うん、結構いらっしゃいますよね、芸能人の方。見ても誰も騒がないから。うん、確かに、向こうの人は騒がないなんだみたいな。でもすげえファンだったら騒ぐかもしれない。さすがに、さすがにもうすごいスターいたらうわーってなるかもしれない。基本的にみんな透かしてるかもしれない、そうですね。で、残益に対して、オキシ実は 3% を2倍にしてまして、残益にですね、このマテリアの M ミックス、ちょっとこちら入れるんですが、これスローの、ね、グリーンだとちょっとパワーが弱いんですね。で、まあ、毛先の方はスローのグリーン と、12の68使ってるんですね、コレストンの。で、こちらを、4対1の感じで、1が M ミックスで残ってる残液が4っていう感じで、入れていきます。で、これをリタッチとして使います。2液は入れません、もうすでに濃くしてますので。2剤が2倍になってるので 3% です。で、これでリタッチ入っていくんですけど、これマテリアのグリーン結構いい感じに発色してくれるので、これを今度は根元側に塗っていきます。ちょっと薬変えましたので、で、今度は塗って、根元をガバガバッとこうちょっと塗っていく感じです。1日、なんかそのロケバスの配達の仕事もあって、うん、雑誌のスタイリストさんとか、うん、宝島社とかいろいろあるじゃないですか、うん、そういうスタイ洋服のスタイリストさんと1日回るんですよ、車で。へー。お昼食べて、から朝の10時から洋服のピックアップ行くんですよね。あ、じゃあもう完全一日一緒に行動するんですね。そうなんですよ。で、待ってる間に、待ってる間にいろいろこう、うん、なんか好きなことして待ってるみたいな。で、戻ってきたらまた移動して、で、最後にスタジオに運搬して撮影の準備みたいな感じ。へー、すごい。なんかあまり体験できない裏のね、仕事ですね。たまになんか歌舞伎の運搬もあって、銀座の歌舞伎座に運搬するやつとか、これはちょっと後で考えて編集するかもしれない、うん、はい、家に荷物取りに行ったことあります、すごい。それなんかコンサートとか舞台とかでですか？いや、なんかわかんないですけど、ろうそく取りに行った気がする。じゃあなんか家、普通のなんか普通の賃貸なんだけど、ろうそくなんですよ。え、いいのかなと思っちゃったんですけどね。家がろうそくになってて、すごい。いや、なんかなんとなくしか見えなかったんですけど、あんま見ちゃダメだなと思って。はい、今なんか適当、まあ適当って言ってもね、ある程度、まあ、まずつけたって感じですかね。で、この状態からシャンプー台の方でトナー入って、お席に戻ってくるような感じで僕はやります。で、毛先の方が沈みすぎちゃうので、ここはお湯につけた状態でちょっと揉んでいくような感じで、全体トータル的にグラデーションになるような感じにお湯で調節していきたいと思います。まあ、そうすることによって髪のダメージも防げますし、髪の毛もの染色もしっかりこう毛髪の中にやっぱ空気が入ったりとかすると染色にちょっとこううまく関わって染色が悪くなったりとかするので、ここでちょっと一緒に水を入れていくことによって綺麗に色をこう中に入っていくようにこうちょっとしていきたいと思います。ということで、これでシャンプー台にちょっといきたいと思います。はい、だんだん、まあ時短のメッシュなんで結構今
カラー剤塗って乳化して戻ってきたんですけど、